ペトラちゃんは見た。私はカリン、16歳。ここは新興宗教施設、天道教信者のための家だ。私は12歳の時からここにいる。隣にいる母アザミにより半ば強制されて。もうやだよ、パパに会いたい。静かにしなさい、ユリ。ちゃんと信仰しないと追い出されるじゃない。天道様、天道様、我らをお救いください。ここにはいろいろな事情を抱えた人たちが集まっている。天道様、共通しているのは何かしらの罪悪感に苛まれて神様に許しを請うているというところだ。ちなみに私はあまり信仰心の厚い方ではない。天道様、もっぱらのめり込んでいるのは母の方だ。私はここに来る前、父と母と3人で平和に暮らしていた。そしてもうすぐ待望の妹か弟が生まれる。そんな最中、私たちの生活は一変した。お腹が。不幸にもお腹の子は死んでしまった。以来母は罪悪感からか必要以上に自分を責めるようになった。そして父は私にまで責任を押し付けるようになり、何もかもあんたたちのせいよ。あんたたちのせいであの子が死んだのよ。アザミ、落ち着けって。そして私たちに隠れてこの天道教の信者になり、母は離婚届を置いて私を連れ去った。そして父の知らないこの場所へ移り住んだのだ。お父さん、どうしてるかな。会いたいな。もしあのまま3人、4人で暮らしてたらどうなってたかな。中学も高校も行けて全然違う未来が待ってたかもしれない。アカネ、ここにいるんだろ、出てこい。ちょっと、信者以外が神聖なこの家に上がらないでください。関係あるか。俺は娘を助けに来たんだ。アカネ、ユリを返してくれ。こんなところにユリを閉じ込めてかわいそうだと思わないのか。あの人、ユリちゃんのパパ。パパ、パパ、ユリはここだよ、助けて。ユリ、ユリ、ダメよ。そう、こっちへ。汚れに触れてはいけません。パパ、ユリ。ユリちゃんは1ヶ月前に母親とここへやってきた女の子だ。どうやらうちと同じく強制的に父親と引き離されたようだった。ただ他の信者と比べてあの母親は信仰心が厚いとは思えない。なぜここにやってきたのかはよくわからなかった。数日後、ユリちゃん、夜中までずっと泣いてたな。まだ6歳だし当然か。あれはユリちゃんのお父さん。あのユリという子がここにいますよね。少しでいいんだ、会わせてくれませんか。それはごめんなさい、できないんです。バレたらどんな仕置きがあるかわからないし、今アカネさんと一緒でしょうから。そうですか。中に入ろうにもこんな高い柵と24時間門番付きの入り口ではどうしようもないんです。せめてもう一度姿だけでも見たいのに。あの、一体どうしてお父さんはユリちゃんと離れ離れに。実はユリちゃんのお父さん、徳佐さんは事情を話し始めた。何でもユリちゃんの母親アカネさんは何度も不倫を繰り返してきたらしい。そしていよいよ徳佐さんが耐えきれなくなって離婚。親権は徳佐さんの方へ渡った。でもユリちゃんを取られたくなかったアカネさんはユリちゃんを連れて逃亡。この施設でかくまってもらうことになったらしい。あいつの PC 履歴を見てこの場所を突き止めたんだ。そしてやっとユリを見つけた。どうにかできないかと弁護士に聞いたが、母親が子供を連れ去ってはどうにもできないらしい。ユリ、かわいそうにこんなことに巻き込んでしまって。このお父さん、本当にユリちゃんのこと大好きなんだな。ユリちゃんも浮気したり暴力を振るうようなお母さんよりお父さんと一緒に暮らしたいんじゃ。私、ユリちゃんに聞いてみます。
もしお父さんを選んだなら、明日の朝5時にゆりちゃんをここに連れてきます。お父さんとお母さん、どっちと一緒に暮らしたいかって。だからまたここへ来てください。本当にありがとう。本当にありがとう。どうかよろしく頼む。こら、またあなたですか。うちの信者に近寄らないでください。その夜、私はこっそりゆりちゃんにさっきの問いかけをしてみた。そして案の定、彼女はこう答えた。お父さんがいい。お父さんと暮らしたい。うん、わかった。そして私は例の場所へゆりちゃんを連れて行くことにしたのだ。翌日朝5時。ゆりちゃん、しーよ。ん？あれ、ゆり、ゆり、ゆり、パパ、ゆりちゃん、しっかり捕まってて。ゆり、あかり、しまった。ゆりちゃん、頑張ってよじ登って。待ちなさい。大事な信者を薄汚い下界へ連れて行ってはいけません。捕らえなさい。ゆり、飛び降りるんだ。ゆり、パパ、急ごう、捕まってしまう。待って、これを受け取ってください。父の名前と住所が書かれています。どうか私を迎えに来てと伝えて。お願い。必ず伝える。行って、早く。ふざけるな、金ガキ。なんてことするなよ。カリ、あんたなんてことを。天道様の聖域でこんな。新人者め、報いを受けろ。お待ちなさい皆さん。怒りの感情を持ってはなりません。汚れをまとってしまいます。カリンさん、知れません。何が天道様よ。そんな神なんていない。そいつが私とお父さんを引き離して私の人生をめちゃくちゃにしたのよ。もう私は神様なんて信じない。信仰心のなかったゆりちゃんが幸せになれたんだから。くっ、あなたは反省するまで部屋から出しません。閉じ込めておきなさい。カリン、あなたを見損なったわ。しっかり反省して出てくるのよ。わかったわね。見損なったのは私の方だよ。私が殴られても何の心配もしてくれないのね。こんな母親でも慕ってたし、同情してた。かわいそうな人だからって。でももうやめる。私は私のために生きる。いいから、天罰が下る前に反省しなさい。許しを請うのよ、今すぐに。カリン、許しを請いなさい。そしてそれからどのくらい時間が経ったかわからないが、私は一切許しを請わなかった。お父さんは絶対に来る。必ず徳沙さんが見つけてくれる。私は強く信じて待った。そしてカリン、カリン、お父さんカリン、ごめん、ごめんな、遅くなって。あの後、暴行を受けている私を見て、徳沙さんはすぐに警察に通報してくれたのだ。そしてゆりちゃんと共にその足で私の父の元へ向かってくれた。はい、どなたでしょうか。夜分に申し訳ありません。私は徳沙と申します。あなたの娘さん、カリンさんがあなたに助けを求めている。すぐに行ってあげてください。なんで娘のことを。お願い、カリンゆりちゃんを助けて。ゆりのこと逃がしてくれたの。きっと今頃ひどいことされてる。お願い、すぐ助けてあげて。そして父と父の親戚たちは警察の問いにのらりくらりと答える信者たちを押しのけ、カリン、カリン、どこだ。ちょっとやめて、クロッキー、出てって。黙れカリン。そして私はやっと父と再会できたのだ。あの天道教の施設のトップだったスズランさんと数人の信者は私を監禁、暴行した容疑で逮捕された。詳細は不明だけど、他にも詐欺などの複数容疑があり、あの施設は解体されることになったそうだ。その後、母やゆりちゃんのお母さんがどうなったのかはわからない。でも少なくとも私とゆりちゃんはまたお父さんの元で平和に暮らせるようになったのだ。私は通信制の高校へ通うようになり、ゆりちゃんも引っ越し先の小学校で楽しく過ごしているらしい。
本当に悪かったカリン。どうしてもお前の居場所がわからなくて。大丈夫だよ。お父さんはお母さんが宗教にハマってるって知らなかったし、調べようがなかっただろうから。でもやっぱり少し怖かった。もしかしたらお父さんはもう私のことなんて忘れて迎えに来てくれないんじゃないかって。だから来てくれて本当に嬉しかった。父さんもカリンとまた会えて本当によかったよ。私は神様の力に頼らず自分の力で未来を切り開いた。いや、もしかしたら本当の神様がちゃんと私たちを見てくれたのかもしれない。いずれにせよ行動したのは私自身。私は今後も自分を信じて突き進んでいく。お知らせです。この度チャンネルでメンバーシップの開設をすることにいたしました。まだまだ実装するコンテンツは少ないですが、今後増やしていけたらと思います。メンバーシップ特典としてはコメント時に使えるカスタム絵文字と名前の横にメンバーバッジが表示されるようになります。カスタム絵文字は随時追加予定です。また過去にコミュニティで投稿したイラストを置いたり、秘蔵のイラストが投稿されることも。こちらは月額90円でご利用ができます。気になったら入ってみてくださいね。ご視聴いただきありがとうございました。神様がいるかどうか、何を信じるかどうかは人それぞれですが、押し付けるような真似は絶対ダメですよ。たとえそれが親子だったとしてもです。何よりも一人ではまだ生きていけないような子供を勝手に連れてきたりと、大人の事情で振り回される子供の気持ちを考えてほしいものです。何にせよ自分のことを心配して必死に探し出してくれる父親がいてくれて本当に良かったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。